ただでさえよく印刷に失敗するんですが、動画にすらならなかったものもあるので、それを紹介していこうと思います。まずはじめに、だいぶ初期の頃なんですが、ガイスターというボードゲームを作りまして、これ印刷自体はうまくいって、ゲームもそこそこ面白いんですけど、その面白さを1分以内に伝えれないなと思って動画にできませんでした。その次は、よくコメントいただくルービックキューブなんですけど、これも印刷するだけで回るようになるというのを鵜呑みにしてしまって、全く回らないし、いった、なんなら途中ちょっと怪我しちゃったんで、ムカついて動画にしませんでした。またどっかでリベンジするかもしれません。他にも、くるくる回る心臓とか、ボールがコロコロしまくるやつとか、恐竜型のシャワーヘッドなんか作ったりしてました。まあこれからもうまくいったりいかなかったりすると思いますが、ぼちぼちやっていこうと思います。ほなまた。